ちの龍馬。龍馬三つ杉野よしこ。ここは目黒駅。品川散歩なのにどうして目黒駅ぜよ。実は目黒駅があるのは品川区なんだ。へえ、知らなかったぜよ。さらにこの辺りは渋谷区、港区、目黒区と境界線が複雑に入り組んでいるんだ。へえ、面白いぜよ。でも服装には迷うぜよ。渋谷っぽく決めた方がいいのかよ、それとも港区風にビシッとまとめるべきか否か、あるいは目黒っぽくさんまにした方がいいのか。マグロに目黒もさんまって話はあるけど、それじゃただのヤバい人だし。私に任せて。あなたにぴったりのファッションを考えてあげる。あなたは杉野よしこさん。大正時代から昭和にかけて活躍した日本を代表するファッションデザイナーだよ。さあ、ファッション探しの旅へ出発よ。あっそーい。さあ到着。この中から選んであげるわ。ここ博物館でよ。勝手に来ちゃって大丈夫？大丈夫。ここは杉野さんが作った杉野学園衣装博物館。西洋衣装を中心に日本の着物やアジアヨーロッパの民族衣装など様々な服飾資料を収蔵しているんだ。おお、これは絵巻物で見る衣装ぜよ。十二人絵、平安時代に誕生した女性の正装よ。着てみる？重さは20キロもあるんだって。勘弁ぜよ。これは私がデザインしたドレスね。なんともハイカラ。これなら着てみたいぜよ。チャレンジ精神は大切だけど、これが似合うかどうか。ちなみにこのマネキンは紙でできているの。紙？これが？この表情、このツヤ、紙とは思えないぜよ。ここには1950年から60年代の紙製マネキンがおよそ30体所蔵されているよ。とても貴重で、マネキン業者が見学に来るほどなんだ。これなんかどう？女性用のスーツだけど、あなたに似合うんじゃない？おお、かっこいいぜよ。裾が広がっているところがなんとなく袴っぽいぜよ。じゃあこの服はお主が着とくぜよ。勝手なことしない。さあ、目黒の街に繰り出すぜよ。勝手に出ていかない。ほう、この通りはなんだかおしゃれな雰囲気ぜよ。ここは通称アニメ通り。ドレスメーカー学院や杉野服飾大学の校舎が並ぶファッションの聖地だよ。ファッションを学ぶ女の子たちが最先端の洋服に身を包み歩く様子は当時特に目立っていたわ。ん？なんだ？聞こえるわ、ミシンの音。ちょっと中にお邪魔してみましょうか。そうね。やってるやってる、みんな頑張ってるわね。杉野さんは大正15年、この学校の元となるドレスメーカー女学院を設立したんだ。聞けば聞くほどお主すごい人ぜよ。ここで技術を学んだ生徒たちが洋装店を開けば、洋服がどんどん普及していくでしょう。それに女性も手に職をつけることができるし。そう、杉野さんは女性の自立に貢献したんだ。服といえば和服が当たり前だった時代に、機能的で個性を活かせる洋服を日本中に広めるきっかけを作ったんだよ。確かに洋服は着心地いいぜよ。で、着こなしは和服のまま。その服もいいけど、もっとあなたにぴったりな洋服、うちの生徒たちに作ってもらうわ。あなたたち、いい？はい。頑張って。その調子。はい。早っ。おお、まっことファッショナブルぜよ。ありがとう。最高ぜよ。今日はファッションのこと、いろいろ学べたね。じゃあ、龍馬、次の散歩に、レッツゴー。って、わしはこっちぜよ。そんなおしゃれな格好してちゃわかんないよ。せっかく作ってもらったのに。ファッションは難しいぜよ。大丈夫、チャレンジを続けるのよ。炎のごとく。炎のごとくぜよ。おお、燃えてきた。ももも、燃えてきた。龍馬と黒船くんの現代品川散歩は続く。強っ。